まあしかし、このところ、なんて言うんでしょうか、あの、すさみきったというか、うん、まあ、まあ、むごたらしいものを含めて、なんかそういう事件が、どうもまあ目についてしょうがないですね。まあ今日あたり報じられているのは、東京の江戸川区の公立の中学校の教師が、 まあ、殺人を犯していたのではないかということで、まあ、逮捕されで、まあ、本人はなんか目標をしているというふうに、まあ、今のところニュースなんかでは伝えられているようですけれどもあの、まあ、家宅捜索の結果ですね、えー、捕まった場合のというか、えーまあ、疑惑を向けられた場合の想定問答のようなものまで、えー、書かれていたということで。 これはね、想定問答を書いて、えー、それが見つかってしまうと、まあ、かなり、かなり有力な証拠になるでしょうから、まあ、弁護士さんも苦労するでしょうね。<coughs> というか、まあ、弁護の余地もないのかもしれませんが、えーまあ、まだもちろん容疑者ということにすぎません。あの確定的なね、 ことがなんかあるわけではないですからまあそれもそうですしあとね地震なんかのこともあります、えー、まあどうやら震度4ぐらいに、えー、こうレベルを落とすと、えー、この数ヶ月の間にまあなんか90何回ですか日本全国であちこちで起こってると、まあ 震度4ぐらいで、あのまあ、はっきり言えばそ,そのくらいではなかなかニュースにならないぐらいだと思うんですね。まあ、やっぱりここは地震の巣だなということを改めて、まあ、認識させられます。えーまあ、石川県珠洲市は、まあ、かなり地震の多いところ、まあまあ、以前からね、えー、多いところですけれども、まあ まあ日本海側の原発の立地ともそう遠くないですしえ何かが起こった時にはもうね日本はどうなってしまうんだろうというようなことが心配になってくるぐらいのことですえまあその他えとてもなんかなぞる気も起こらないような事件がたくさん起こっておりますが。 えー、まあ、そういながら、あ、そうそう。もう、いいか減にしてほしいなと思う,うあの、マイナンバーカードの件ですね、えー。去年11月ぐらいまでの間に、なんと全国で7300件、7300件ですよ。<laughs> 記載の、あの、間違いというか、えー、関係ない人の、というか、本人じゃない人の情報が書かれていた。 ケースがあって、まあ、全部修正したのかもしれませんが、ちょっとよ,よぎりませんかあの、年金問題の時とえ。膨大な記録の間違いがあり、なおかつ記録捨てちゃってたりして、もう、あの、いまだにね、全部回復できてないわけでしょそれと、 まあ似たようなことっていうか、その、何なんでしょうね。あの、厚生労働大臣、今、加藤さんという方ですけど、しれっとね、あの、あのなんですかデータを入力する際に間違いがあったって、あのな、っ <laughs> て、そういう次元のこともうさ、デジタルなんか無理なんじゃない <laughs> そう言いたくなるぐらい、ひどい話ですよね。あの、まあ、いろんな事情があってね、あの、取らざるを得ない人だっているわけですよ。で、取ったはいいけども、これやっぱり皆さんぜひ、あの、取った方は、あの、変なデータになってないか、あの、きちんとチェックする必要がありますね。うん、きっとね、 全国でそういうことはまあそういう動きがあるだろうからそのうちあのまたニュースになりますよ多分ね7300件どころじゃないじゃないかねあの間違いの例というのはこれねあのまあ年金の時と違ってあの捨てちゃってはいないと思うので。 ま、それもわかんないけどね。あの、データが残っているんであれば、それをまあ訂正するということで、え、最後のお一人まで、え、懐かしい言葉ですね。今はなく、今は亡き安倍晋三さんが国会でおっしゃった言葉です。え、最後の一人まで、ちゃんと記録を回復すると。年金の記録を。そういうふうにおっしゃってたのと同じことをですね。 えー、岸田、あー、のぼうがですね、えー、おっしゃることになるのか <laughs>。最後の一人まで、マイナンバーカードの記録はちゃんと直します <laughs>。直してねえじゃねえかっていうんで、もう、後輩として、えー、日本全国からですね、怒りの声が、あの、こう、積み重なって、もう、渦のようになって <laughs>、えー、自民党に襲いかかるっていう <laughs>。 えー、そういうことになるかもしれませんよ、えー。あの時は、まあ民主党に対する政権交代というか、民主党の政権ができるという形で、えー、一つの政治的な解決を見た。まあ、解決、それはあの、格好つきですけどね、もちろん。あくまで政治的な一つの帰決を得たということは間違いないわけですけども。今度はどうなんでしょうね。<laughs> っていうことをちょっと考えたくなるぐらいですね。まあ今、あの、新しい政権の受け皿になり得る政党っていうのがあるのやない、あるのやらないやら、えー、ないのかな。<laughs> よくわかんないですけどね。あのー、あれですよ。なんか、ああいうことね、言わない方がいいと思うんだよね。あの、泉さんって人。あの、立憲民主党の今の代表ね。 えー、立憲民主党は政権を取ろうとする政党ですから、えー、次の衆院選で150議席も取れないようであれば私は辞任するしかないと思いますってそういうことをおっしゃったんですよね <laughs> なんでそういう後ろ向きなこと言っちゃうかなお、うそ,それってさ150議席取れるか取れないかがなんかあの大事なそのなんて言うんでしょうえー 勝敗を、まあ、色分けるというか、勝敗を決める重要なポイントであるかのように聞こえるけど、そんなことないでしょう。まあ、百逆に言えば150で満足するかっていうところですよね。まあ、そんなことよりも、もうちょっと他に考えることがあるんじゃないかと思いますけれども、まあ、立憲民主党、最大野党がそういうことを考えている、の代表がそういうことを発言してしまう。で、まあ、維新の会、 の方はまあの,のコメントにしときますけど <laughs>、えー、野党なんだかどうかよくわかんないからね、うん、でまあそんなあ,あのなんて言うんでしょうねやん、えー、なっちゃうよねっていう感じの <laughs>、えー、まあですよこの頃は <coughs> えーとー まあそして、まあ、日本の中がどんなふうであろうが、えー、世界最大の問題である今のロシアによるウクライナの侵攻ウクライナ侵攻についてはちょっと新しい展開がさすがに生まれてきていますので、えーまあ、冒頭でお話ししようと、まあ、思っているのはその点です。えー、と お話しする材料は、まあ一つは今の、えー、ウクライナでの戦況というか、えー、戦争の具合、戦闘の状況についての、えー、まあ、なんてうんでしょうか、見方と、それから5月9日ですかね、対、えー、独戦勝記念日、あれ勝利の日とか言うらしいですけどね、えー、ロシア、 が、まあ、当時はソビエトですけれどもナチスを打ち破ったその記念日ということなんですけれどもその時のパレード及びプーチンさんの演説の内容これが2つ目からまあそれに対する、まあ、批判というんですかね うん、まあ、あと、材料としては、えー、これちょっと突飛なように感じられるかもしれないんですけど、ドイツの、えー、ラインメタルという会社、まあドイツナンバーワンの軍需産業のようですけれども、なんかめちゃくちゃ元気がいいんですよ。<laughs> めちゃくちゃ元気がいい <laughs> まあ、アメリカの方は、まあ,あの、レイセオンとかね、まあ、ボーイングなんかもそうでしょうし、 ロッキードとか、まあ、そういうところはみんな、えーまあ、まあある種その受けにいってる状態なんだろうと思いますがラインメタルっていうところが、まあ、ウクライナとの関係で、えー、非常に元気が良くて、えー、もう何て言うんでしょうびっくりするようなあ、まあ、力の入れようなんですね。 まだ完成してない最新鋭の戦車をウクライナで作ると言ってますから、えー、すごいことになりますけれどもで、まあ、今のウクライナでの客観情勢というか戦争がどんな状態になっているかということについては、えー、まあ多分少しウクライナ問題での情報量が減ってきていますので。 あまり関心を持たれていない方も多いかもしれませんけれども、えー、東部のバフムートという町が一つの焦点になっていてここが、えー、5月9日までに本当はもうあの3月31日までだったんですけど、えー、ロシア軍に対して、えーまあ、占領せよと。 いう命令をプーチンさんから受けていたまあそれはあの、えー、2州ですね2つの州ルガンスクとドネツクですかいドンバス地域に関して完全に制圧せよということをプーチンさんは言っていたでところがそれがまあ,あダメだったじゃあ今度はどうなるかっていうと、えー その前からやってたんですが、バフムートという、もうちょっと南に下ったところの、まあ、ある種交通の要衝と言われている場所なんですが、あの、軍事の専門家の話はほぼ一致していて、それほど重要な街ではないと。ここを取ったから、この戦争の形勢が一挙に傾くとか、取られたからもう負けであるとか、そういう話ではないと。 言っ,てた言っている場所なんですねでそこに対してロシア軍が大変強い、えーまあ、今まだ残っている、えーまあ、比較的まともな軍,軍事組織をそこに、まあ、向けるという形で必死になって取ろうとしている、まあ、しかし相変わらずその大変古い戦い方を、えー、兵士に強いていますので。 えー、損耗という言い方をするようですが、えー、犠牲者が極めてたくさん出ているとウクライナ兵の方も大勢亡くなっているわけですがウクライナ兵の5倍ぐらいのロシア兵が死んでいる毎日大体いいウクライナ全体でですけれども600人以上のロシア軍兵士が死んでいるんですね。 そういう状態の中心にあるのがバフムートという街。で、ここをめぐる戦争では、戦闘では、ウクライナ軍はかなり押されていたんですけれども、でも、陥落間近ではないかと、1ヶ月前ぐらいですかね、言われていたんですが、状況は変わっちゃったんですよ。 むしろ、その、攻撃してくるロシア軍を、ウクライナ軍の方が包囲するような形になるかもしれない。で、少なくとも陥落する形ではないんですね。で、そうなると、まあ、おそらく5月9日の戦勝記念日の演説までの間に、せめてこのバフムートというところを陥落させて、 それを戦果戦いの、まあ、果実戦果として、えー、ロシア軍は進みつつあるというふうにね、えー、プーチンさんはさぞ言いたかったんだろうと思いますでも言えなかった、えー、まあ真っ赤な嘘になりますからねで今そういう状態で,で他のまあんて言うんでしょう前線というか、えー これまでに戦闘が行われてきたような場所っていうのは、ウクライナ全土で数えたことはないんですけど、おそらく20や30あると思うんですね。大変な、まあ、全面的にその前線のところでは戦争が行われていたんで、ところがそういうところの戦,戦闘が今、やみつつある。えー、ロシア軍がなかなか攻めてこなくなっちゃったんですよ。 で、これどういうことかっていう、まあ見方が2つあって、えー、まあロシア軍には、とにかく足りないものが3つあると。えー、兵器が足りない。あの、足りないんで、ものすごい古い古典的な、あの、戦車を繰り出したりしてるわけですけれど、兵器が足りない。から、弾薬がない。から、もう一つ兵隊がいない。 そういう状態になって、えーまあ、あのワグネルのプリゴジンさんという人が、えー、ショイグそれからゲラシモフってあのなんていうかあの大変怒ってましたけどねでそういう、まあ、状態があるので,でウクライナ軍の春の攻勢に備えて弾薬を少なくとも弾薬を、えー まあ節約しようとしてるんじゃないかという見方が一つもう一つは本当になくてもう攻め手がなくなったんだという見方がある、えー、どうも2番目の状況に近いんではないかという感じがしていますでまあねあのまた あの兵隊をたくさん集めてきてそれこそ何て言うんでしょうか首に縄をつけて引っ張ってきてですね軍服着せて、えー、まあ果たして銃を持たせられるかどうか分かんないけどもとりあえず前線に行けっていう形の動員をどんだけかけてもそれによって戦況を好転させるなんて到底無理じゃないかっていうところにどうやら立ち至ってしまった。 まあ今そういう状態だというふうに思うんですね。まあ、前線で残残壕に隠れてるまあロシア兵は春の大攻勢でどんなことが起こるのか今はビクビクしながらまあ怯えて待っている状況ということだと思います。でそういう中で。 5月9日の演説がありました、まあ、軍事パレード、えー、これねあの、まあ、いろんな方が翻訳したりして、私も何度も読みましたけど、よくこういうこと言えるよなっていう文章なんですよね。で <laughs> まあ、これ有名になったフレーズですけど、私たちの文明は重大な転換点にあると。これ、プーチンさんがそう言ってる。どういう転換点なのか。転換しちゃうっていうことだったら、ロシアが負けるというのかなってちょっと思っちゃうんですけど、私たちの国に対して、再び本当の戦争が仕掛けられていると。これ、再びっていうのは、ナチスが、まあ、ソ連に攻め込んだことをまあ言ってるわけですけどね。 で今,度はいや今度は攻め込んだのはあんたのほうでしょっていうまあウクライナから先に攻撃したっていうことはまあ絶対にないと思うんですけれど <coughs>、えー、まあ私たちの,その生存を脅かすようなことをしたんだとね NATO に近づこうとしたとかいうことをまあ指してるのかもしれません。 こんんなな言い方なんですねだからね笑っちゃいけないんだけど地球上の大多数の人々と同様に私たちも平和で自由で安定した未来を望んでいると。えってその安定した未来っていうのは、まあ、例えば、まあ、ウクライナを蹂躙して、えー、子どもをロシアの家庭に送り込んでですね えー、ウ,クウクライナに対する敵を、えー、教え込んで、えー、ロシア人にしてくるとそういう、まあ、自由で安定した未来って、まあうう一言で言っちゃえばロシアに好都合な未来にしか過ぎないんだけどもそれをこういう言い方をしてるんですね。でまあ切りがないんですけどね。あの そのウクライナを支配しているそのナチスだっていう言い方っていうのはう我々それ聞いて何言ってんだろうっていうふうにストレートに思っちゃいますけど、えー、プーチンさんの理屈の中ではこういうことになってるんですよあのつまり自分たちはナチスをやっつけたとナチスを追い込んだのは私たちだと、えーまあ、かつその頃はソ連だけれども ロシアですとで、えー、世界中にナチスの残党がいてそれが、えー、ロシアに対して復讐をししようとしてるんだ,だから今ロシアと戦っているのはロシアが戦っている間はナチスなんだっていうそういうね理屈なんですよどうやら。演説読んではっきりあの初めて分かりましたけど。 うん、で,、うん、で今の欧米諸国は、えー、ナチスの世界支配という狂気の主張が何をもたらしたか忘れていると、うん、でそのナチスを打ち破ったのは我々なんだぞとで犠牲者もいっぱい出てるんだぞとそれはその通りですね でまあ、ただベルリンに攻め込んだのがロシア軍というのはその通りだけどもそれはあのヨーロッパ全域で、まあ、なんていうんですかあのレジスタンスを含めて、えー、ドイツと戦った人たちは膨大な数がいるわけでしょそれは言ってないんだよね。<laughs> うん うん、でまあ,あのいちいちあの、まあ、正直言って紹介する価値のない演説だと思うんでそれはいいんですけどあの端的にこれこの演説何のためになされたかっていうことはね読んでると分かってくるんですよ。簡単な話です。 志願兵募集っていう話ですよこれ。あのでその志願兵が十分集まんなかった時にはその後には総動員が待ってるぞっていうこともえもちろん含んでいると思うんですけど、えー、そのつまりみんな戦争に行くんだぞということを覚悟しろよっていうふうに、まあ、言ってるとも考えられる。で形の上では、えー 皆さん志願して前線に行ってくださいこんな崇高な戦いはありませんよと祖国を守るためにどうぞ血を流してくださいてそういう話です、うん、まああのロシア人もおそらく聞いていてそ,ういうそれはおそらく皆さんそういうふうに感じたんじゃないかなと、えー、思いますがまあ今ロシアはそういう状態にあるわけですね。 で相変わらず特別軍事作戦って言ってますけれど、えー、本当の戦争とも言っている。ね、戦争って言葉使うと確か逮捕されるんじゃなかったかと思いますけど、まあ、プーチンさんを逮捕するっていう人はいないでしょうね。うん。いないでしょうし、プーチンさんね、あの、やたらな外国行っちゃうと、あの、国際刑事裁判所の例の件がありますから、えー、逮捕状が出てますから、 <laughs> あの、えー、身柄を拘束される危険性がある。今、そういう、やば国際的なお尋ね者ということですよね。うん。すごい時代になったものだと思うけれど <coughs>。まあ、そんな感じですね。で、ロシア国内がどうなってるかっていうと、大変な頻度で、あちこちで大規模な火災が起こってます。 これあのまあウクライナそれからあの火災だけじゃなくて無人機でクレムリンが攻撃されましたでこれあのねご記憶でしょう二機のあれがあのクレムリンのその赤の広場のあの奥の方にあるドーム型のあの建物があるんですねでその一番高いところがおそらく まあ、高いいとかかかどうな場所は公開採取してないはずなんで大統領執務室があるんで,すで大統領執務室があるクレムリン内の建物の最上部のドームのところに、えー、無1機はまあ近くで爆発した感じでしたけど1機ははっきり突っ込んでますよね。 で、これ、ロシア側の自作自演である可能性があるって言われてますけれども、どうでしょうね。そんな、あの、権力の中枢みたいなところに、えー、無人機とはいえ、あの、攻撃型のものを突っ込ませますかね。で、まあ、これは仮に自作自演でなかったとした場合に、 まあ,ロシアあるいはプーチン政権に反対する誰か何かど何かの組織が行ったことだとした場合にこれはえらい騒ぎですよえ国内から飛び立った可能性の方が高いんだろうと思いますけれどもそれでもクレムリンの防空体制っていうかえぐすぐすだって話じゃないですか。もうね 不思議な本当に不思議な感じがしますけれど核兵器で世界を滅ぼすような力を持ってる国ですよ言ったらそこが外部からのミサイル攻撃とかそういうまあ無人機ね無人機はそんなスピードで飛ばないですからねえまあゆっくりだから なんか冷暖房の下を火薬撃ってきたのかなよく分かんないけどもう信じられないなんていうかなおかつあの本当にモスクワ近郊を含めてあちこちで本当に大規模な火災まあ弾薬庫であっだとかその火薬製造のなんか関係の工場だとか。 信じられないから大きな火災が起こっている <coughs>。まあこれねウクライナ軍は一切関与していないといいアメリカも我々は関係ないといいまあそれが本当だとすればウクライナのまあなんか民間の力なのかあるいはロシアの中のプーチン政権に反対する人たちが 行った攻撃である可能性がありますよね。<laughs> まあそういうことがあの起こっています。ねこれがどこに落ち着くのかは、えー、まあ正直さっぱりわかりませんけれど、えー、今ねそのもちろん停戦が可能可能ならばそれはした方がいいでしょう。でそこから 何かがねあの始まるのかもしれないんですけどただこの状況というのは、えー、ウクライナ全土で攻め込んできていたロシア軍が一斉に敗走するというね、えー、まあ軍事組織として、えーまあ、こういうのは抵抗って言わない、ね、なんて言うんだろうね、えー、軍事組織としてのお力を 完全に失ううという局面がやってくるかもしれないもちろんそうならないかもしれないんですけどでいっぺんに型がついてしまうことがまあもうちょっと長引いてほしいと考えている人たちが軍需産業の中にあるのかもしれませんね。 先ほどちょっと言いましたラインメタルという会社はウクライナで弾薬の生産から兵器まあもっとはっきり言えば戦車それから装甲車こういうものの生産をウクライナ国内でしようとしているでこれ両方ともすごい兵器なのでウクライナ軍が なんて言うんてうでしょうまあ相変わらず航空に関してはあのまあすごく脆弱ですけれども陸上の部隊に関しては、えー、大変な力を持つようになる可能性がありますよね。でまあアメリカの銀行の破綻だとかまあ AI の影響だとかいろんなことが論じられてますけれど世界の資本主義はこれからどうなっていくのかってことを考えたときに、えー、とりあえず軍需産業は儲かるということに一つの解決を見出していくんだとするとウクライナは、えー、なんて言うんでしょうロシアと永遠に戦い続ける、えー、資本主義のまあなんて言うんでしょうか安定装置みたいな そんなことまで考えている人がいるんじゃないかなってちょっとあの思います。まあそんなそこまでいかなくてもいわゆる復興需要っていうのはとんでもないことになりますよね。もうマリオポリマリオポリでしたっけ？あのあるいはバクムとももうすでにそうですけれど、ウクライナで一体いくつの街が怪人に帰してしまったか。 えー、壊れていない家が一軒もないっていうような状況家や建物がですね、えー、どこもかしこも、まあ、砲弾や爆撃あるいは銃撃によって、えー、壊され焼かれ、えー、破壊し尽くされている状況ですから、えー、これを再建するというのは、まあ、大変なお金がかかることでもありますけれど、えー、そこに、まあ、ある種の 経済的な利益を見込む人たちもたくさんおられるでしょう。まあそんなことをまあ考えさせられます <coughs>。そう。ウクライナっていうのは世界の資本主義にとって極めて重要なエンジンになるかもしれないっていう <laughs>、うん。国葬地帯だったんだけどね <laughs>。まあそんな感じがしております。 えっとまあ今お話した内容のまあ一部に関して、えー、この辺に出ますかねはい <laughs> マグマグさんから出させていただいております、えー、ウッチージャーナルとウッチージャーナルデラックスあ何白い T シャツがまずかったあすみません <laughs> えっと あこのでも QR コードは読めるんでしょあ,あ消えちゃってる。あマグマグ。あ青いものを、ああ、こんなんで、あはい、恐縮です。えー、後であの 直してくれそうですねはいえー、マグマグさんから出させてもらってますこのメールマガの方に反映させることになります、えー、ちょっとお試しになっていただければと思いますえー、っとマグマグさんはよくそこに書いてる内容であのニュースの時に取り上げてくれたりもしているので、えー、マグマグさんの,あの方にもぜひご注目ください、えー、では1曲目 アルコーンズーツシ,シムスでレッド・ホワイト・アンブルー・アイ